はい、ではね、最後に無料10連やっていきたいと思います。自チーム確定じゃないんで、なんとか阪神の選手獲得できるように頑張りましょう。はい、狙いの選手は、でもね、サンズ選手欲しいですね。能力が素晴らしいんで。さあ、ラスト誰が来るか頼む。お写真がかっこよすぎる。どうもチーム軍艦のエース、よろしくお願いいたします。待ちに待ったプロスピ来ました。プロスピ6周年おめでとうございます。僕は今年のアニバは藤浪投手を獲得するので、佐藤選手はスルーなんですけども、写真がかっこよすぎて、写真を見るとね、もうめちゃくちゃ欲しくなっちゃいます。佐藤選手はですね、通常 S ランクでもデフォルトでパワー A なので、9位型で9位 A にできる藤浪投手を獲得することにしたんですけども、どちらを獲得するか悩まれている方はオーダー次第だと思うので、野手投手どちらを補強したいのかで決まると思います。アニバ第1弾のガチャはスルーなので、今回の動画は3月の最強決定戦のためにスピ開放したいと思います。あと最後にね、無料10連もやりますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。では行きましょう。はい、ではね、スピ開放の方やっていきたいと思います。3600まで上がるんですかね。はい、今回スピ開放する選手は、野手は糸井選手、投手は能見さんでございます。バースさんと岡田さんもスピ開放したいんですけども、ワンチャンこの後ね、OB で登場するかもしれないんで、今回はしません。正直、糸井選手はスピ開放するか悩んだんですけども、今回思い切ってやっちゃおうと思います。能見さんは9位型、9位 A のコンボ出すためにスピ開放します。本当はね、今年のタイムスリープ能見さん欲しかったんですけども、スルーしたんでスピ開放必要といったところでございます。はい、ではね、まずは糸井選手からやっていきましょう。エキサイティング糸井選手です。初めてエキサイティングで獲得した選手が糸井選手なんで、本当ね、大事に使ってるんですけども、まあ、今回、スピ開放やっていきたいと思います。野村選手2人でやっていきましょう。まあでも実際どうなんですかね、シリーズ2糸井選手登場するかもしれないんで、まあ、スピ開放もったいないかもしれませんけども、まあ、能力がねどうなるか分かりませんし、うん、まあミート A で、はい、エキサイティング糸井選手強いんで、リアタイでもやっていきます。さあ、スピ開放、演出がかっこいい。超4になってスピ開放成功。はい、この赤いね、こう数字がかっこいいですよね。はい、糸井選手スピ開放ありがとうございます。はい、お次はタイムスイープ能見さんをスピ開放していきたいと思います。このね、タイムスイープ能見さんも契約書で獲得できた選手なんで、めちゃくちゃ思い出がある、大事に使っていきたいと思います。栗林さん2人でやっていきましょう。さあ、この演出がかっこいい。はい、スピ開放成功。はい、というわけで、糸井選手と能見さん、スピ開放やっていきました。まあ、この後ね、OB が本当どうなるのかわからないんですけども、第2弾は藤川球児さんが決まったというところで、火の玉ストレートがね、まあ、再現されるんじゃないかといったところで、本当ね、どういった能力になるのかすごく楽しみなんですけども、おそらくですね、能力も強く登場すると思うんで、OB 第2弾、球児さんも獲得しに行こうと思います。あとですね、まあ、バースさんが再登場するのか、まあ、ちょっとね、わからないんですけども、噂ではアリアスさんが再登場するんじゃないかと言われてまして、まあ、あのアリアスさんもね、ほんと2003年でしたよね、優勝の時のメンバーですから、本当にね、好きだった選手なんで、はい、ジョージってね、応援してた気がするんでね、はい、なんとかアリアスさんも獲得したいなと思います。はい、スピ開放以上です。ありがとうございます。はい、ではね、最後に無料10連やっていきたいと思います。自チーム確定じゃないんで、なんとか阪神の選手獲得できるように頑張りましょう。はい、狙いの選手は、でもね、サンズ選手欲しいですね。能力が素晴らしいんで、まあ、あとは西投手とかスワレス投手とか、まあ、投手陣はね、ほんと補強必要なんで欲しいです。はい、ではやっていきましょう。頼む。さあ、見ていきましょう。どうだ、長押ししていきます。いやー、厳しいか。自チーム来い。うわー、あー、どうでしょうね。いやー、でもね、本当アニバ佐藤選手の写真めっちゃかっこいいんで、なんとかね、累計で来てもらえたら嬉しいんですけども、あとはね、藤浪投手も早く獲得したいです。さあ、ラスト誰が来るか頼む。おお、マジで。あ、でもシリーズ1や。
はい、というわけでなんとサンズ選手欲しいって言ってたサンズ選手が来てくれたんですけども、シリーズ1というところで、いやーなんて言っていいのか分かりませんが、はい、神引きではないですね。はい、ありがとうございました。11月の後半にはですね、もうシリーズ2完全移行にもなりますし、本当にね、3月の最強決定戦に向けて、もう本当、プロスピ頑張っていきたいと思いますんで、ぜひともチャンネル登録、高評価していただけたら嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。